松岡茉優の筋がすごかった。2008年にオアガールとしてデビューして、オアガールから知名度が爆上がりして、その後アマチャンで女優デビューを果たして、それから演技が評価され、様々な映画に出演している。そして女優業を続ける中で、松岡のとんでもない筋が発見される。それはドラマおこだわりに出た際、モーニング娘。のメンバー役として出演した松岡。お腹を少し出した衣装で演技をする松岡のお腹を見ると、バキバキ割れた腹筋が出ており、お腹の筋がしっかりと見えていた。これに対してネットでは、可愛い顔してバキバキの腹筋は最高、この程よい腹筋とっても良き、指でなぞってみたい、そうやってネット上の男子は何かをバキバキにした。そんな